するしない？それでは今回の匠ご覧ください。第4曲オーラス開始です。皆さん手配を開けてください。さあ、オーラスは4本場教託が1000点、ドラが数ピンで迎えました。はい、ギリギリですがトップ目。そうですね、まず考えるのは、どうやったらトップを守れるのか、上がったら早いんですけど、はい、どうやったらトップをまくられるかですよね。2着の条件が、はい、6000点差ですが、教託が大きいせいで、はい、もうね、結構近いんですよ。まあ、キムさん積んだんですけどね、あれ。近いん、まあ、1000点と本場で2200点ですか、うん、全部で。そうだね。はい。なので、3800差。もう残酷でね、まくられると。はい、すぐですね。はい。ただ、まあまあ、でもただ、うん、近いように感じますけど、はい、そもそも、なんちゃが上がる確率が20から25%、それより跳ね上がることは絶対ないので、うん、上がりでまくられるのは20から25%です、うん、もう7、8割は対面が上がってまくられるっていうのはないです、うん、ほぼ大丈夫。まずかつその20から25%の上がりっていうのは、陰反連反の上がりも込みの20から25%なんで、うん、3半以上上がる確率っていうのは本当にね、低いんですよ。じゃあ優位ですか。かなり優位です、うん、まず。あともう一件ね、はい、シャーチャの条件が破熱も、うんうん、でトップ、これをどこまで狙ってくるのかなと、うんうん、まあ、2着になる条件、そうなんだよ、8000点差で強奪考えると1326でも2着にはなるんで、はい、1326と破熱もっても全然違います。確率が雲泥の差なんで、シャーチャには1326狙ってほしいなと。もし破熱もだったらこっちからもまくられるな。まあでもなんちゃシャーチャのどっちかがトップをまくる確率ってせいぜい10数パー20、うん、結構低いかな。ほぼ8割ぐらいはもう自分がトップかなと、まあ、あと親の連チャンもあるんでね、この曲でまくられる確率は、まあ、トップになる確率は8割以上あるかなと。あと自分がまっすぐ上がりに向かってもね、はい、いい手かもあるんですけど、さあもうこれは ね自分で上がりに行っていい手が来ましたよね。自分で決めに行く手の特徴はどこになるんですか。はい、中途半端にしないがいいかなと。これはもう二瞬つ完成役配もあるで、相当早い手なんで、ペイを残したりせずに、もう、あ、急走切るっていう人もいるかもしれないですけど、いや、私、はい。はい。5球っていうのは、スピード優先の時においては結構機能してるんですよ。チーソー引きで両冠になるっていうね、それすら残すぐらい僕はね、二瞬つ完成役配あるはもう、なんですね、はい、相当な上がり見て仕掛けていくということですね、うんうん、チューン鳴きます。チューン鳴いたら急走切りですけど、すぐのチーソーをねやっぱ採用したいんで。さあ、キムさんはトップを守りきれるか。今のところチョインガンに泣けるところはないと。ないですね。はい。で、ベースの考え方、今言った通りで、はい、まあ、あとは、まあ、言うて結構ベタ折りになりがちですけどね。うん。うん、ベタ折りしても、8割以上はトップだなっていうのが、確率の壁があると思ってるんで、言うてそんなまくられないよと。ワンとしましたね、トイメン。うん、まあ、やっぱりトイメン条件が楽なんでね、手なりできますよね。ポイン、まあ、トイメンと親はね普通に打つんでそんな見なくていいんで、神茶が羽つもを狙うかどうかがね、まず大事なポイントなんですよ。今のとこどうなんですか。あれはね明らかに意思が入ってるんで、あら、狙ってますね。1326を狙ってる人の捨て牌じゃないですよね。じゃあ、はい、それをどこまでどこからケアしていくのかも大事ですね。そうまだ順は出てこない。でも結局神茶がいよいよなんか羽マンぐらい見えてきてるかなって思ったら、うん、もうベタ折りするしかないんですけどね。宝珠8000宝珠のね三茶落ちまであるんでね。そうするとやってないですね、それは、うん、あ、これは採用、はい、採用です、採用。はい、チュンポンテンが取れるので、急走ペンちゃんとはゆえロンできる
ペンちゃんはかなり強いです。確かに、うん、親となんちゃはまだそんな明確な情報出ないですね。しゃ、うそ、え、これはもうほぼチートイだと思います。そうですね、チートイのドラ短期がまず第一本線で、あのドラ内、ドラトイツ内蔵はなかなか、まあでもドラトイツ内蔵もありますけど、あのいい牌が残ってないと即リー打ちづらいんですよ。チートイのドラ内蔵だと、あのやっぱり絶対トップ取りたいんで、いい街をちょっと選びたい、5巡目だとまだいい街じゃないパターンだと、いい街選びたくてちょっと待つはずなんで、この悩まずリーチを見るとね、ドラ短期がまず第一本線で、まあ何にせよチュンチャンパイなんかはね、打ってもいいかなっていうのは少しあります。ウソとかは打ってもいいかなっていうのはありますけど、ただあんな捨配しといて面単品ほにゃららも、いやゼロ、麻雀なんでゼロじゃないんで、まあ、ただ白はもうダメです。これチートイドラドラの白短期だと喜んで即リーチになるんで、はい、いやもう現物選ぶことが多そうですか、はい、っていうのを踏まえて、はい、まあ、やっぱり積も率は低いでしょう。あとまあ横移動だとね、積もられない限りはね、助かりますね、はい、助かるんで、親は絶対押す、なんじゃもやっぱトップ近いし押す、まあ、横移動率もかなり高い状況なんでベタ折りになります。選ぶな、ロービンが、はい、宝珠のね3着まで落ちるがあまりにもひどいんで、2枚現物はありますか。そうですね、まあでもこれは親が降りないんで、安牌には多分困らないと思います。結構開拓されるはず、降りやすい曲になりそう、うん、難しいのはなんちゃだと思います。そうですね、うん、親はね降りが許されないけど、なんちゃはね折りが許されるんですよ。ドラ来ましたね、はい、1個ね阻止しましたね。もしドラ短期だとしたら、積もられる可能性がねちょっと下がりましたよね。さあ親はこのリーチを受けてどう打ってくるか。追いかけた、チーソーを並べてのリーチ、これはねかなりまずいですっていうのも、かなりまずい、開拓される前にまず対親に打てる牌がもう純白なんですけど、それがもうチートイだとしたらね本戦の一つになるんで、かなりやばいですね。え、こういった状況の中選ぶ牌は今のままならどうするおつもりですか。いいピンですか。いや、やっぱ親に無筋は打たないです。9ピンが出てきた。宝珠率の壁を信じて自敗、自敗になりそうです。それはチュンですか、白ですか。あ、言いそうは結構ありますね。あの、そう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 、はい、まあ、チートイには絶対通るんですよ。で、じゃあ当たるとしたら言い数層なんですけど、あんな意思のこもった捨て牌してて何点なの、言いそう。そう、言いそうが何点に当たるのかなんですよ。面単品系を拒否してそうに見える、高いとしたらちゃんた系、第1打 E ピンのちゃんた系、違和感ですね。で、イースーチーソーの一通の高めもないし、はい、結構これはイーソーが良さそうに見えますね。まだこういったところを切るよりは、そう、やっぱりあの、あんなウーワンローソローピンチーピン見ると、チートイドラドラ系はねやっぱり見えちゃう、考えちゃうんで、はい、はい、じゃあこれはイーソーにします。通りました、はい、ピンも通った、うん、これでパーピンあたりが次の候補になりそうですね。まあまあって、リャンピンよりはパーピンですか。そうだね、まあ、とりあえず対親がリャンピン、パーピン、白チュン、はい、まず親を見ると3万のワンチャンス、イーマン、リャンマンもあるか。でもそれよりはですよね、まあやっぱり、まだパーピンの方がいいですかね。そうだね、でチートイツに当たりたくないので、やっぱり白チュンまだまだ候補外かなと。パーピン、リャンピン、
ら辺はチートイツで、即リーチとはちょっと行きづらい牌じゃないかなと。でもパーピン短期はちょっとチートイドラドラの場合即リーに行くちょっとした理由にはなるんだよね。なんか両面落としないですよと見せたパーピン短期はやる人は結構いるんで。そうか、なるほど。上茶がチートイツ絶対だとしたら両ピンの方が安全だと思う。両ピン短期でチートイドラドラ即リーチはないと思うんで。けど完両ピン完パーピンが親に当たるかと考えるんですよね。だったらカンパーピンの方が可能性は少ないんですよ。9ピンが3枚見えてるんで。でもカンリャンピンだとドラないこともありますよね。そうね。あ、まあでも1344とかもあるし、まあまあ、関係なくカンパーピンもそれで言うとない、うん、まあでも瞬、まあ、1枚数ピンを使ってるもあるか。いやー、どっちを選ぶんだキムさん。やっぱりパーピン、カンパーピンワンチャンスのパーピンになりそうですねこれは。はい、はい、通りました。はい、ギリギリの中。はい、ギリギリですね結構、はい、二間リーチはそのうちアンパイが増えるんですけど、今のところはちょっと苦しいですよね現状ね、思いのほか増えていません、うん、さあどうする。いや本当横移動してほしいただただ願望が漏れましたねあ、3万が候補になりましたね。かなり3万切りやすくなったんじゃないですか。はい、そうね、やっぱ自敗が依然打てないので、うん、いや、あのローワンが取るのありがたい。はい、もう親がね、ランダムのカン3万、ベン3万リーチいや打つしかないって言って打った可能性だけありますけど、チートイツ3万で即リーチ、あんなノータイムで判断はできないと思うんで、できないと思います。これはもうあと3巡しのげるのが本当に嬉しい、はい。これね、今結局なんか例えば両ピンとか切っても自順またね、うんうんうなんないといけないんで。いやー、この3番通れ、はい、通りました。はい、三巡しのげるのは大きいです。さあこの曲決着はつくのか。まず安全牌数巡耐えられそうなキムさんです。両ピン通った、うん、3枚チーピンも今切られました、うん。さあ切っていきます。まあもう一回3万にしときましょう。一応トイメンのね、ケアも、はい、トイメンがまだ張ってないでしょうけど、いずれ追いつく可能性もね、なきにしもあらずなんで。松が通った。そうですね。でもまだまだトンハクチュンらへんはね、通らない限りは打てないと。あ、トイメン苦しそうだな。そうですね。トイメンの宝珠で終わるもあるか。ありますね。あ、両ピン持ってたけど次がなさそうなのか。 ああいうね、はい、あ、完全安牌を悩んで切ってる人はまだ粘ってるんですよ、うんうんうん、はい、粘ってるんでやっぱり嫌ですね。トイメンはまだトップ見てる、嫌です、すごく嫌です。あとこれ流局してトイメンが天牌もすごく嫌なんですよ。一人脳天ってことですね。そう、嫌ですね。もう一気に、まあ、でもギリギリトップ目でもう絶対上がらないとダメなパターンが増えちゃうってことですよね。そうそうそう、トイメンの条件が本当に楽になるんですよ。あと自分脳天で親も脳天で、はい、天牌脳天でまくられフィニッシュも出てきちゃうんですよね今回。一人脳天食らうと。そうですね、うん、両ピンまだ大丈夫ですか。いや意外とまた安倍が老僧が取った三層が嫌が王でも候補になってしまってますね。これは三層筋ですね。でも下が出てないのか。あ、ウーピンだ。あ、ウーピンまだ大丈夫、はい、他にあるか。パーワン、いや現状三層かな。でも本当に3番の時もそうなんですけど、はい、親は別にねランダムの愚形もう全然あるんですよ、ね、ね、全然あるんで。 C1 は通ってない。もう本当3層だな。ワンチャンスの E1 両ワンか3層、両ピンがワンチャンスか E ピンもある。うん、まあでもやっぱり筋の3切れるのが偉いですもんね。 E1 から3層になりそうですか。でもねやっぱり3層はね上茶がリーチ時点ですでに筋になってる牌なんで、
3ワンとは話が違うんですよ。酸素短期のチートイドラドラは一応即リーチになる理由があるんですよ。いや酸素も嫌ですね。嫌なんですよ。いや苦しい。けど結局ね、親に無筋ピン風の牌を打つよりはマシな気はします。うん、2人のリーチを加味するとってことですね。いやこんな苦しむんだね、2件リーチでも安牌増えない。はい、うん、しょうがない。これで3層で打ったらしょうがないと思います。あ、2人ローンそして上がれば、はい、上茶がね、次のツモの上茶が優先されますので親の上がりとなりました。うん、はいはい、3900リーチタイヤを、うん、5104本馬です。めちゃくちゃ痛いけどしょうがないと思います。僕はみんなの手も見てみましょうか。はい、はい、やっぱりドラドラの内臓の酸素でしたねありましたね。ねえ、あったねえ。いやー、キムさん痛恨の宝珠ですけど。痛恨です、はい。ギリギリトップ目か、残球は5-1、ギリギリトップ目ですけど、はい、もう本当の上がり競争になりましたね。いや今のこれ難しいですね。切る牌どうするのっていう手がこんな未来になるとは。本当にワンチャンスの E ピンか E1 かぐらいですね。 E1 の街もいい街ですしね、山荘もいい街だし。参りました。でも一つなんか耐えたのが、うん、親がこの街じゃなかったら終わってましたね。本当だよねあのトップまくられで終わってたんで、はい、頭跳ねで助かりましたね。なるほど、はい、はい、自局に持ち越されました。はい、はい、オーラス続行でございます。どんな結果が待っているんでしょうか。皆さん楽しみに。